マスター今日はなんだかお疲れみたいですねこんな時はマッサージなんてどうですか疲れがよく取れるって評判のマッサージオイルが手に入ったんですよマスターの疲れを癒すのも使いまである私の務めですマスターの体をもみほぐしてリラックスさせてあげちゃいますよな何ですかその疑うような目は別に 普通にマッサージするだけですよ。そ、そんな、どさくさに紛れて、エッチなマッサージしようなんて考えてません。えこれっぽっちも考えてませんよ。あ、ほんとです。嘘なんてついてません。うん、いくら私が先バスだからって、そんなに疑われるのはショックです。別に私だって、 いつもエッチなことばっかり考えてるわけじゃないんですよ。うん。ふえん、ー。ひ、ひどいです。私、大好きなマスターのためを思って、マッサージしようとしてたのに。いいんですよ。謝らないでください。マスターは悪くありません。だって、こうやって疑われるのは、私の普段の行いが悪いからですし、 マッサージしていいんですか私のこと信じてくれるんですかマスター、ありがとうございます。優しくて、かっこよくて、頼りになって、ちょろくて、ほんと大好き。あれどうかしましたおかしな言葉が聞こえたまさか、そんなわけありませんよ。 私、マスターのいいところを言っただけですもん。ほらほら、マスター、早く横になってください。マッサージしてあげますからね。あ、マスター、そっち向きじゃなくて、うつ伏せになってもらっていいですかうつ伏せの方がマッサージしやすいので。じゃあ、一番凝りが溜まってそうな肩をマッサージしてあげますね。うん よいしょ。マスターどうですか肩のツボをされるの気持ちいいですか結構力入れてますけど痛かったりしませんか もっと強いぐらいでもいいんですかじゃあ、遠慮なく、体重かけちゃいますよ。ふんふんふんんんギュー。ギュー。ギュー。んマスターどうかしました耳に吐息がかかってる <laughs> ダメなんですか 耳がくすぐったい、うん、本当にそれだけひょっとして私の吐息が耳に当たってドキドキしちゃったんじゃないですか正直に言ってくれたらいいのに。え違うんですかだったらやめてあげない。耳がくすぐったいぐらい我慢してください。 ぎゅーぎゅー,ーん、うん硬いマスターってばだいぶ凝ってますねこれはツボを押すだけじゃ凝りが取れなさそうですね早速ですが評判のマッサージオイル使っていきましょうかいっぱいもみもみしてあげますからねんどうしましたこれですか はじめに言ったじゃないですか。体の疲れによく効くマッサージオイルですよ。もちろん、普通のオイルですよ。変なお薬なんて入ってませんよ。まさか、また私のこと疑ったりしませんよね。<laughs> 謝らなくていいですよ。やっぱり、マスターって甘いですね。<laughs> え なんでもないですよ。じゃあ、マッサージオイルたっぷり使ってあげますからね。スリスリ、スリスリスリ、もみもみ、もみもみ、スリスリ、スリスリスリ。どうですか気持ちいいですかポカポカしてきたそうですか。きっと、血行が良くなってるんですね。じゃあ、このまま腕の方も揉んでいきますね。 スリリスリスリスリもみ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 あすごいマスターの腕とっても太いですね私のちっちゃい手じゃマッサージするのも大変ですスリ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 もみ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 じゃあ体の方もしていきますねスリ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  もみもみ、もみもみ。どうしたんですか体よじっちゃって。もしかして、脇腹が弱いんですかこちょこちょ、こちょこちょ。マスターってば、くすぐりに弱すぎ。かわいい。こちょこちょ、こちょこちょ。こちょこちょ、こちょこちょ。ごめんなさい。マスターがかわいいから、つい遊びすぎちゃった。 じゃあもうちょっと下の方マッサージしていきますねスリー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 もみ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 スリースリースリースリスリーもみ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 どうですかだいぶ疲れ取れましたでもせっかくマッサージしたのに逆に硬くなってる場所があるみたいなんですけど え私の,気のせいですかいい加減意地を張るのはやめましょうよ。この硬くなってる場所どうして欲しいんですかほらほら我慢しないで正直に言って。<laughs> よく言えましたね。偉い偉い。じゃあマスターのお願いを聞いてあげる代わりに。 私のお願いも聞いてくれますか私のこと、お嫁さんにしてください。使い今からお嫁さんにしてくれるなら、マスターのしてほしいこと、何でもしてあげますよ。私のこと、お嫁さんサキバスにしてくれますか <laughs> 私も大好きですよ、旦那様。